チャオ、まひろです。クラウドファンディングっていうのがあって、それに参加させてもらって、で、まあ、配信じゃないや、ゲーム内にねイラストとして登場させていただけるっていうのがあって、それを購入したんですよね。なので、こちらのゲームに、はい、どこかで私のイラストが登場します。いや、どこでね登場するかはわかんないんだけど、超楽しみ。では、まあ、行きたいと思います。はじめから、不具合には十分注意してます。あ、はい、F5 でね、はいはい、 OK。 ガン待ち調整をする場合は左の枠内は見えない状態、右の枠内は薄く見える。おはようございます。まずは本日のホットなニュースから。黒沢氏が代表を務める青浜コーポレーションの大プロジェクトスカーレットアイランドが本日いよいよプレオープンを迎えます。青浜市里島にオープンしたこのパーク、ここは水族館や博物館、植物園などが集まった複合型自然テーマパークです。本日のプレオープンではマスコミ関係者のほか、公募に当選した幸運な500名が招待されています。オープンを記念した特別イベントの、すごいなこれ。香り、お姉ちゃん早く遅れちゃう。あやめ、待ってすぐ行く。あやめがお姉ちゃんだろうね。覚えるのに時間かかるからきっと。母、ねえやっぱり心配だわ、二人だけで旅行なんて。大丈夫よ、香織も中学生になったんだし、それにプレオープンのチケットは2枚しかないんだから。大丈夫、何も起こらないわ。そう、そうね、じゃあ香織を頼んだわよ。何かあったらその時は守ってあげて。大丈夫、大丈夫だよ。いきなりなんか食ってたよね。プロローグ、転落の日。香織、すごい、屋内に動物園まであるなんてね、来てよかったでしょ。うん、ねえ、これってこう、ボイス、ボイスとさ、ちょっと繰り返しされた。ねえ、これって特別レセプションですって、行ってみましょう。うん、はあ、移動。私はこれなんだ、コントローラーでやってるのでマウスじゃないから、走るとかは、あ、できるできるできる。これ最初大事だからね。確認大事。ライフ HP あんの？香織ちゃんが主人公なのかな。クラフトとはアイテムのこと？いや違うよね、アイテム、キーアイテム、はあ、クラフトってなんだ、なんか作ったってこと。設定、ゲーム終了。え？BGM、BGS、MESE、暗さは調整できないかな。猿に話しかけれたりする？あ、話しかけれない。この人は、あ、話しかけれない。ボタンが違う？ん？いや、話しかけられないか。ちょっとカチャコチャ音入るかもしれん。え、ちょっとすごいすごい。右上、猿。猿なんか食べてる。ムービー。
え、すごいね。めっちゃ凝ってるね。この上も多分ムービーあるでしょう。なんかいる。見えないけど。え、すげえ。凝ってるね、演出。ちょ、どこ行くの？待って、お姉ちゃん。ナナメイドもできんの？この子が喋ってる。え、ボイスすごいね。しっかり見ちゃうわ。ほう。おお。おうおうおう。すげえ、宣伝してくれた。はい、ということで、まあ、何人かのコラボをして、イラストとしてね、登場したりしてる人が、まだ喋ってるよ。え、なになに、まだ喋ってたけど。いや、もう一生進まない気がする。お姉ちゃん、どこに？すごい人数。香り？お姉ちゃん、ごめんなさい、はぐれちゃって。もう、ほら、見て。さあ、始まるわよ。わ、びっくりした。皆様、ようこそスカーレットアイランドへ。カンナさんね。私は黒沢龍 CEO の秘書兼研究所所長の井ノ原カンナと申します。本日はこれほど多くの皆様にお会いできてとても嬉しく思います。本日皆様に体験していただきますのは、当パークの先端科学がもたらす人類と自然の共存です。ガラスの向こうに見えるのは我々が取り組む保護研究の現場です。今日は特別にその現場を間近でご覧いただきます。が、その前にまずは黒沢 CEO が監修したビデオを上映いたします。これを見ればきっと当パークの理念がわかると思います。それでは皆様、前方のスクリーンをご覧ください。何が映されるんだ。こんにちは皆さん、 CEO の黒沢龍です。いや、なんかちょっとこれ嫌な予感しかしないけど大丈夫か。ようやく当パークを皆様に楽しんでいただける日が来ました。動物園、博物館、水族園、きっとご家族でご満足いただけることでしょう。今日ばかりは日々の疲れを忘れ、目いっぱい楽しんでください。特に大きな見どころはパークで保護されたコキヒチョウです。土地開発によって今では一部の地域にしかいない幻のチョウ。ここでは街並みを再現したエリアにチョウを放ち、自然と人類の調和を演出しています。さらに当パークでは、ない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 、え、これで終わり？変ね、どうしたのかしら。ギャーじゃねえよ。ほら言ったじゃん、なんかおかしいよ。カオリ、待って、なんで行く。俺お姉ちゃんだよね。おう、あ、二人操作できる感じ。話かけられませんね。はい、すいません。
香織いない。何なの？あ、懐中電灯的なの持ってる感じ。なにちょっとね、イヤホン、みんなイヤホンしたらいいかもしれない。なんかね、すごい聞こえる血ありますね。血らしきものがありますね。あ、血というか、え？これは死んでる死体ですよね。何ガンガンガンって、ガンガンガンって何、ガンガンガンってどっからしたの。あれ、こいつも、あ、二人ともやられちゃってる。ここ開かない、開かないって。走る。なんか書いてある。あ、セーブ大事。ここね、わかりづらい。これで、あー、なにあ、なんかいましたね。なんかいましたね。見えましたか？なんかいましたね。え、こっちから降りる。暗いよ。なに、なんかいたよね。え、このダクトの中通ってってる？え、めっちゃ死体あるじゃん。一体どうなってるの？おい、なんか出てくる。いや、あの大きさはここ通れないでしょ。ねえ、あ、なんか鳴き声が聞こえるな。これから出てったのか。2体何体いたんだろう。香織、ねえ、この地一体、あれ？え？おー、ムービーだ。やばい。逃げなきゃ、早く。え、勝手、ちょっと待って、なんで抱っこしてんの。あ、走る。待って、一体何なのあれ。ちょ、絶対追っかけてくるでしょ。ガラッて追っかけてくるでしょ。ちょ、待って、このまま下がればいいの。あそこにセーブポイントありましたね。でもセーブできませんでしたね。ちょ、どどっちに逃げりゃいいの。あいいよね。猿？ゴリラ？猿？鳥獣とだから、ちょ、走る。どこだセーブ。そう、これ、よし。はい。で、ここ勝手に動いてんだよ。もうすぐ行けるのね。こっちに行きゃいいの？どこに行きゃいいの？ちょ、なんか、係員の指示に、なんだってどこ行きゃいいの？合ってる？あれは一体何が？お姉ちゃん、大丈夫よ。香織ちゃんは怪我しちゃったの？なんか良くないことが起こってる。とにかく安全な場所へ。安全な場所？え、なんか首吊られてない？あ、ぐるっとタイム5月号見る。大特集、スカーレットアイランド、自然と科学の調和を掲げた巨大パーク。その名もスカーレットアイランド。リアルな街並みの中で動植物の保護を行い、人間と動植物が共存する社会を再現する。そんな素晴らしい理念を掲げるのはパークのトップ、黒沢。これ CEO とセオってどっちで読むの？CEO でいいの？セオ
市は緑が増え野生と触れ合うことで我々の生活はより充実したものになるのですと笑顔を見せた。怖っ。いや、なんか聞こえてるよ、なんか聞こえてるよ。え、どこ行けばいいのこれ。なんかいるよね。これ？ちょ、怖くて走れないんだけど。やった！外だ！早く脱出しよう。え、歩けるじゃん。開かない。そんな！まずい。やばいですよ、やばいですよ。お、お姉ちゃん、ちょっとどうすんのこれ。危ない。あー、嘘でしょ。え、嘘でしょ。そんな香り。え、本当に？嘘でしょ。私も嘘でしょって言ってるわ。香り、ダメ。どうして？え、これもしかしてバッドエンド的な、こっちに進んじゃいけませんでした的な。もうグロいわ。え、そんなことある？プロローグで。香り、ごめんなさい。私は、いや、セーブだよ。チャプター1、残された希望。え、マジ？かおりちゃんは死んでしまった。あ、目が覚めたんですね。大丈夫ですか？2日も眠ったままだったんですよ。ここは一時的な避難所です。滝のそばで倒れてたんですよ。覚えてませんか？滝？そうだ、化け物に襲われて。香りは、あの、大丈夫ですか？いえ、ごめんなさい。香り？私、エリカって言います。妹そっくりの少女、エリカ。うわー、どういうこと？エリカ？一体何があったんですか？いえ、ごめんなさい。何か辛いことがあったんですね。ここにいる人、みんなそうです。もう大混乱ですよ。携帯もつながらないし。偶然集まったみんなで、なんとかここに逃げ込んだんです。そうなの。そうだ、そういえば、あなたのことは何と呼べば？私は、あやめ。あやめさん、きっと大変だったでしょ？でも、きっと大丈夫。ここにいれば安全ですから。若男って読む。え、お、よかった。ようやく目が覚めたんだな。この方、あやめさんを水辺から一緒に引き上げてくれたんです。そうなんですね、ありがとうございます。避難した当初、みんなで船着き場まで逃げようという話が持ち上がったんだ。船までたどり着けばなんとか島の外へ、でね。それで周囲の下見をしていたら君を見つけたってわけ。ごめんなさい、ご迷惑をおかけして。いいんだ、こんな時こそみんなで協力しないと。これよかったら。パン？これは？ずっと眠っててお腹が空いてるだろ。チョコレート。パンじゃなかったわ、チョコレートだって。ありがとうございます。無理はせず、まずはしっかり休むことだ。じゃあな。
あの方、見ず知らず同士なのにみんなをまとめてくれて、あの正義感、こんな時には特にありがたいです。そう、そうね。そういえば、あやめさん、特にひどい怪我でしたから。どうか安静に、私、包帯がないか見てきますから。あの時、死んだかと思ったけど、まさか、生き延びるなんて。あの子、香りにそっくり。香りは、もういない。ゆっくりできないな今のはエリカ？なんかトラブルでもあったのかしら。